欧州における伊達の勇猛な戦ぶり、そして小十郎の裏工作により政宗は小田原参陣を許された。政宗の降伏後すぐに秀吉の天下統一はなった。だが秀吉が死ぬと世は再び騒乱の渦に巻き込まれる。天下の実力者徳川家康と豊臣配下石田三成が対立。2人の激突は時間の問題とされていた。慶長5年、家康は上洛命令を無視し反旗を翻した上杉家を征伐するため会津へ出兵。徳川に接近していた政宗や最上家は家康の命に従い上杉領に侵攻した。ところが石田三成が挙兵するや家康は軍を転進。上杉と戦っていた最上は孤立し窮地に陥る。政宗は上杉軍が包囲する長谷道場に向かった。もはや焦りの色はない。龍は天下の先を見据えていた。東北の将長谷堂の戦い。天かける竜となる。承知いたしました、政宗さん。今頃日の本のど真ん中じゃ家康と三成がやり合ってる。気になるかい、政宗。わしのやるべきことは一つ。この戦に勝ち新たな時代の礎を作ること。それが父上をはじめ戦に散った者に対する務め、家臣や民、今を生きる者たちに対する務めじゃ。天下人の称号は家康にくれてやるわ。行くぞ小次郎。はい、政宗様。久しぶりじゃな。何の用じゃ。来合う前に挨拶をと思ってね。いろいろあったが今じゃ俺は上杉の人間だ。相変わらず読めん男じゃ。いきなり消えたかと思えば敵として現れおる。なぜ上杉についた。信長、秀吉、そして家康、時代の流れに乗って天下を得ようとした英雄の裏には久秀、光秀、勝家、氏康、時代の流れに抗い散っていった花がある。政宗、俺も花なのさ。戦国最後の歌舞伎花だ。上杉景勝は幹となって俺を咲き誇らせてくれる。そして景勝は望み通り最高の舞台を用意してくれた。東北の関ヶ原、相手は独眼竜だ。よう分かった。ならば貴様はわしが見事に散らせてくれるわ。はは、粋なもてなし歓迎するぜ。味方に先行して駆けつけたはよいが、思っておった以上に状況は悪い。ですが義明様も同じ同軍だったのです。敗走していただくわけにはまいりません。上杉勢は白鳥に気を取られておる。奴らの背後を襲い汗道場を救うのじゃ。北名正宗諸君、上杉の気概を見せよう。速やかに汗道場を落とすのだ。戦役の足並みです。神速の攻めを見せよった。何としても城を守り抜き上杉に勝つ。正宗様、任せろ正宗。俺が一流ってとこ見せてやるぜ。敵兵が減り警戒も薄くなりました。今こそ黒羽ばき組の出番にございます。開門。足並みです。戦場の北側は封鎖、しかも上杉本陣がある。後の一手のため攻めておく価値はございます。砦を制圧せよ。長谷道場への道を切り開くのじゃ。義明が攻撃されてるぞ。やべえんじゃねえか。ご無礼ながら落ち着かれてはいかがかと。今少しで我らも城内に突入できます。敵将討ち取ったり。足並みです。では本気で手荒にします。これにてご無礼ながら上杉の喉元へ刃を突きつける準備整いましてございます。してくれる。これも戦の手。お許しください。かしこまりました。かしこまりました。城内になだれ込め。今こそ長谷道場を飲む。戦役のわしもこれまでか。このままではまずい。一刻も早く城内の上杉勢を駆逐せい。ちじゃ。足並みです。バカめ、これが格の違いよ。では本気でお願いします。蹴散らしてくれる。敵将討ち取りましてございます。さすがでございます、マサミです。よく来てくれた。敵将討ち取ったり。関ヶ原にて味方東軍勝利。政宗様、さらなる吉報がございます。遅れていた味方とモガルの増援が到着しました。よし、上杉よ、影勝を追い詰めよう。伊達の確固たる意志、天下に示すのじゃ。開門。もはや本国に戻りよりない。諸君、速やかに南西の砦に撤退するのだ。開門。見ておれ、敗北条件変更。いざ出動へ。上杉の熱き火の魂を団結して上杉の危機を乗り越えん。神勝、お許しください。かしこまりました。雪村、どうか無事でいてくれ。強敵金継は打ち破った。戦場中央にもはや敵なし。影勝のもとへ急げ。おっと、影勝は打たせないぜ。これじゃ男、守り通すが戦人の意地よ。倍増。この水原近則が務める。謙信公の時代から培った武勇見ろや。開門。上杉の古津雨が出てきよった。一刻も早く片付けて影勝を追え。先に引きな影か。俺は後から追いつく。閉門。鉄砲隊を早く片付けねえと義明が危ない。解放。最後の歌舞伎花、このハセドウに見事任せてみせようか。刑事よかろう。この花見事散らしてくれるわ。上杉のため、わしのために。さあ、歌舞伎見物も終わったことですし、老婦人は我が子を迎えに行きますよ。開門。安らかに眠れ、上杉のモノノフたちよ。貴様らに誇れる時代、作ってみせるわ。一つ申し上げておきたい義がございます、政宗様。以前私は秀吉様に5万石で使えぬかと誘われたことがございました。なぜ今になってそれを申す？今の政宗様は前を向いていらっしゃいます。固執はされないと存じまして。わしは一刻も早く乱世を終わらせたい。そして日の本が進むべき新たな形を示したい。父やわしが育ったこの欧州の地より。小十郎、これからもわしを支えてくれ。禄は5万石とまではいかぬじゃろうがな。承知いたしました、政宗様。よし、勝ち時じゃ。肩の力が抜けていい大将になったんじゃねえか。ええ、皆よく聞け。大慶の幕開けはこの欧州からよ。